皆さんおはようございます。タイです。現在私は JR 山形駅に来ています。今回この動画は、早起きは三文の徳、翼171号に乗ってきたということでお届けしていきます。翼171号は早朝に山形発新庄行きとして運行されている列車で、定期翼号唯一の奥羽線内完結にして普通車全車自由席になっています。また翼号利用には乗車券の他に特急券が必要なんですが、翼モーニング特急券という翼171号限定のお得な切符があり、通常1200円する山形新庄間の自由席料金が半額以下の520円で利用できるという、まさに早起きは三文の徳とも言えるんですね。そこで今回は翼モーニング特急券を使って奥羽線完結翼171号を乗り通していきます。ということでやってきたのが JR 山形駅の在来線改札です。この山形駅で新幹線に乗るには、こちらの在来線改札と改札内にある新幹線乗り換え改札、2回改札を通る必要があります。なのでね、まずこちらの在来線改札を入場していきましょう。そしてやってきたのが JR 山形駅の新幹線乗り換え改札です。今回使う切符はこちら、週末パスと翼モーニング特急券です。こちら2枚の切符でね、改札を通っていきましょう。さて JR 山形駅、山形新幹線ホームの1、2番線やってきました。今回乗車する翼171号新庄行きは2番線から7時1分発です。2番線にはですね、ちょうど6時25分発新庄からの翼122号東京行きが入線してきました。こちらの列車が発車した後、6時39分ごろに翼171号回送列車として入線してきます。山形駅2番線から翼122号の東京行きが発車していきます。山形の時点で6時25分、この列車始発新庄駅ということでね、確実に6時前に発車しているんですが、一応福島までは奥羽線特急扱いということでね、新幹線の6時からという制約は受けないんですよね。こちらがですね、 JR 山形駅新幹線の時刻表です。今回私は下り方面の列車乗車していくので、下り天童新庄方面の時刻表を見ていくんですが、乗車する翼171号、新庄行きの横に青い丸、丸に、そして赤い米印がついています。これ何なのかと思って下を見てみるとですね、青い丸が当駅始発、丸数字というのは発車番線、赤い米印はグリーン車を除き全車自由席という意味です。他の翼号を見てみるとですね、青い丸どころか赤い米印もついていません。上り列車の場合はね、山形始発があるということで青い丸はあるんですが、赤い米印はついていません。つまりね、翼号で唯一の普通車全車自由席の列車になっているということです。そのためこちらの14号車、他の翼号は指定席なのに対し、翼171号だけは自由席と表示が出ています。また整列乗車位置のところを見てみるとですね、こちらも指定席となっています。いやー、指定席のところに並びながら自由席に乗る、本当はやっちゃいけない話なんですが、この列車に限っては合法です。山形駅2番線には7時1分発山形新幹線唯一の奥羽線内完結翼171号新庄行きやってきました。こちら JR 東日本の E3 系新幹線2000番台です。側面表示はフルカラー LED で
翼171新城となっています。新城の下は停車駅がスクロール表示されていますが、自由席との交互表示なんですね。いやー、それにしても14号車自由席っていうのはすごい違和感ありますね。普段は指定席ですから。それでは早速、山形新幹線唯一の奥羽線内完結、翼171号乗車していきましょう。乗車する際ね、列車とホームの間段差があります。足元には十分気をつけましょう。14号車自由席の車内はこんな感じです。翼モーニング特急券、これ座席指定されていないので自由席ならどこに座っても問題ありません。7時1分、始発駅山形を翼171号が発車していきます。山形線と呼ばれる区間は1435ミリの標準機になっています。ただ山形駅には仙山線と阿寺沢線が乗り入れる関係で、標準機の横にね、1067ミリの狭軌路線が敷かれており、この区間では単線並列という形になっています。おはようございます。今日も山形新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。翼171号今天童に停まります。天童には7時10分に着きます。桜んぼ東で7時15分、浦山7時20分、大石田7時30分、終点新城には7時46分に着きます。続きまして車内のご案内をいたします。この列車は17号車を先頭に7両編成で運転してまいります。一番後ろ11号車はグリーン車です。12号車から17号車まで自由席です。グリーン車以外は全て自由席となっております。こちらが現在私が乗っている14号車の自由席の車内の様子です。翼モーニング特急券があるため、平日はね、通勤通学利用者が結構乗っているわけなんですが、本日は日曜日ということで車内はガラガラです。また山形新幹線を走る E3 系っていうのは新材直通方式のミニ新幹線車両です。そのため車体が通常の新幹線より一回り小さくなっています。また在来線区間を列車走っているわけなんですが、新幹線車両ということでね、駅間が長ければこのようにね、130キロで、ね、爆走していくわけです。新幹線だとね、200キロオーバーが普通なわけなんですが、ミニ新幹線区間、在来線区間では130キロが最高速度となります。山形を出てから14分、やってきたのがさくらんぼ東根です。この駅でね、山形駅の普通列車と行き違いを行います。山形線区間っていうのはね、単線に音の区間がなっています。そのためこのように途中駅での行き違いが必要になるわけです。そして7時16分さくらんぼ東根駅を翼171号発車していきます。今回使用している翼モーニング特急券についてご紹介します。この翼モーニング特急券っていうのは上野山温泉新城間の新幹線停車駅のみ購入することができます。利用できる列車は乗車している翼171号の普通車自由席のみです。他の新幹線の場合ね、懸命にある通り無効として別途通常の自由席料金を支払う必要があるわけです。本当に早起きは三文の徳とも言える列車なんですね。指定席券だと乗り遅れた場合ね、自由席に乗ることができるわけなんですが、この翼モーニング特急券、
171号を乗り遅れた瞬間に無効になってしまいます。払い戻しもね、発車前時刻で未使用の場合限り発売箇所で払い戻しという感じです。指定席より寝坊した場合の難易度が高くなっているんですね。ただね、その代わり520円というね、めちゃくちゃ安い値段設定になっています。ただ翼号2022年のダイヤ改正で全車指定化され、自由席がなくなってしまいます。それに伴いね、この翼モーニング特急券っていうのもダイヤ改正まで。さて、やってきたのが途中駅の村山です。本来であれば翼171号は村山駅到着後すぐの発車なわけなんですが、村山の一つお隣袖崎という駅で現在除雪作業を行っています。それに伴い翼171号はこの村山駅で除雪作業の終了を待ち、本来であれば大石田で行き違いのはずの翼128号が村山に到着してから発車するという形になっています。その翼128号っていうのは村山駅7時40分発です。7時39分頃に入線してくるということなので、20分ほどね、この村山駅で停車時間があるわけです。翼128号が到着する前にね、新庄からの山形行き普通列車がやってきました。それにしてもやってきた山形行きの普通列車、雪がやばいですね。この先の区間がどれだけ雪が積もっているのか、雪が強いのかが分かります。7時39分行き違いとなる翼128号の東京行きが村山駅にやってきました。本来であれば大石田駅で行き違いをするはずの翼号です。7時41分、20分遅れでね、村山駅を翼171号発車していきます。現在除雪作業を行っていた袖崎駅付近走行しているんですが、雪煙を上げながらね、翼171号走っていくため、外が全然見えない状態になっています。いや、もうこの量だとね、もう除雪が必要になるのも仕方ないですよね。雪がすごすぎて分かりづらいんですが、この辺りで鳴子温泉方面からの陸羽東線と合流します。陸羽東線合流後は新庄まで並走区間となるわけなんですが、基本的にこの区間で並走っていうのは見られないんですよね。山形を出てから1時間6分21分遅れでやってきたのが終着駅の新庄です。乗ってきた E3 系新幹線は折り返し9時16分発翼136号東京行きとして運転します。早起きは3問の得、翼171号に乗ってきた動画いかがだったでしょうか。ダイヤ改正で翼号が全車指定化されてしまうため、翼モーニング特急券というね、超お得な切符がなくなってしまうわけなんですが、ぜひね、今のうちに翼モーニング特急券を使って格安で山形新庄間移動してみてはいかがでしょうか。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。